KGC 人参公社は大韓民国、軽機道暗陽市を本拠地とするプロバスケットボールチームである。1997年、韓国の SBS 放送局参加の暗洋 SBS スターズとして、韓国プロバスケットボール参戦。この時期は韓国でバスケットボールブームが絶頂期を送っていて、SBS 放送局は将来は韓国で、 バスケットボールの時代が到来すると見込んで、当時の SBS 放送局の会長を自ら、発足間もない KBL のコミッショナーにつくなど、プロバスケットボールとチームの運営に熱意を見せていた。しかし、親会社の熱意とは裏腹に、チームの成績は低迷を続いて、B クラスの常連と化していた。そこに追い打ちをかけるように、バスケットボールの人気も冬のプロスポーツとして根付く。 ことには成功したが、当初予想したような爆発的な成長は見せていなかったため、徐々にチーム経営への意欲を失いかけていた。それで、2005年、経営権が SBS から KT&G に移り、KT&G カイツ、韓国人人校者を経て、現在のチーム名となった。2011から2012シーズンにおいて初優勝。ありがとうございます。